ベルタクルップ、ニコラ・パーシャイト撮影ベルタクルップは、ドイツの鉄鋼財閥クルップ家の女子相続人。結婚後は、ベルタクルップ本ボーレンウンと、ハルバッハと名乗った。クルップ財閥の三代目、当主フリードリヒ・アルフレートクルップと、その妻で、ヘッセン・ナッサウ州知事、アウグスト・フォン・エンデ男爵の娘、マルガレーテの間の長女として生まれた。1902年に、父が死ぬと、 その相続人となり、フリードリヒクルップ社のすべての株の所有者となった。この時ベルタはまだ16歳で未成年だったため、会社の経営は母マルガレーテが代行した。1906年、ドイツ皇帝ビルヘルム2世紀の紹介で、プロイセンの外交官、グスタフ・フォン・ボーレン・ウント・ハルバッハと結婚し、夫をクルップ財閥の第四代当主とした。 プロイセン王の直居上により、夫妻は、クルップ社の経営に携わってゆく場合に限り、妻方、クルップの加盟を含む、クルップ本ボーレンウント、ハルバッハという姓を名乗ることを許された。ベルタは、クルップ社の単独株主の地位に泊まり続け、1943年には、相当アドルフ・ヒトラーに頼んで、クルップ法を制定してもらい、クルップ傘下の初企業の経営権と株権を、 長男のアルフリーとクルップに単独相続させることを認可された。1942年にはブレスラウの市街地広場がベルタの名前にちなんだ広場に解消された。またデュースブルクのラインハウゼン地区にあるクルップ従業員のための病院も同様にベルタの名を冠した。またエッセンのベディングラーデ地区のザンクト・フランチスクス、教会に15年間にわたり援助を続け、 1956年には、自費で、教会建設を始めさせている。クルップ夫妻と子供たち、1928年夫、グスタフとの間には、六男二女の八人の子女を設けた。両親と同じ姓を許されたのは、長男アルフリートだけで、他の定妹は、父方の姓を名乗った。息子の多くが、第二次世界大戦中に、ドイツ国防軍の士官として出生し、 うち二人が命を落とした。ありがとうございます。